どうもお疲れ様です。9月9日朝6時12分の相場解説、冷やしから見ていきますね。えー、どうでした昨日は。一日様子見てよかったでしょう。昨日はね、買いで入ろうが売りで入ろうが、利益を取るのは非常に難しい日だったと思います。その代わり、ロスカットは非常に受けやすい一日だったと思いますよ。まあそれがね、ヒゲを出しながらの横ばいの日ってことなんですよ。 で、この日足を見ていただくとお分かりになると思いますけども、まあ、あの、オリガルヒの皆さんはね、もっともっと詳しく解説したんで、あの、お分かりだと思いますが、ここですよね、この3つ。1つ目、えっ、ー、と、3日前ですか。日足の2つ前っていうのはかなり大きな陽線を出してまして、髭はほとんど確認できますよね。で、1日前っていうのはこれですけども、これは陽線は陽線だけども、上髭が長いでしょ。 およそ実体と同じ大きさぐらいヒが出てるってことは、陽線なんだけども、この陽線はもう動きを止めますよっていうサインなんですよ、上ヒゲは。特にこれだけね、実体と大きさが同じヒゲを出してるわけですから。で、次。本日はまだ確定してませんので何とも言えませんけども、これを見るに、ちょっと気の弱い陽線になってるかなっていうところが感じ取れます。 えー、ただね、右肩上がりは変わってませんので、右肩上がりなんですけども、その中でも、右肩上がりの中でも、こうやって陰線で出てるわけじゃないですか。あとはちっちゃいね、陰線とか陽線ってのはあるわけじゃないですか。こういうふうに。だからこういうのがここに出てくるんではなかろうかと見た方がいいから、エントリーは控えた方がいいよってことになります。じゃあ4時間ですね。4時間結構いいですよ。面白いですよ。このヒゲの。 ねえ、ゲジゲジ虫。<laughs> 下の方に行く勢いは止まりつつあるんですが、かといって上の方に向かってるわけでもないと。ブレークする予兆ってのも、まだ今のところは感じられませんので、これは単なる横ばいだと感じた方がいいと。横ばいの中でも実体がほとんどないですから、横一線になっていくんではないかなというふうに、ここでは見てとりますね。まあ、レンジとは違いますよ、これはね。単なる横ばいですね。まあ、あの幅がちっちゃいんですよ、上下の幅が。 はい。で、1時間なんですけども、1時間で、ね、冷静に見るとね、上下の幅って80ピップスぐらいは見えるんですよ。ですので、それをよりところに、ちょっとレンジをね、仮に引いておこうかと思います。えー、例えば、インセント陽線が並んで、頭が揃ってる、ここですね。で、インセント陽線が並んで、頭が揃ってる、ここ。ね、とりあえず、この2つなんですよ。で、ここは包み足になってますけども、でもあんまり当てにしないでください。包み足だけども、上にボーンと抜けてないでしょ。 だから、包み足に見える包み足じゃない形っていうところが、数時間経つと見て取れるんですよ。で、この1時間軸っていうのは、ローソク1個は1時間ですけども、包み足を出した後に、上の方に行ってるかって言ったら、この髭で抑えられて、陰性の髭で。結局、そこからちっちゃい標高状態に陥ってるわけですよ。だから、レンジとしてはこの幅取るんですけども、ブレイクが起きそうにないっていうのは、結局ね、実体がもう本当にちっちゃくって動いてないんですよ。もうこれはね、完全に警戒して、 投資家さんんがお金を入れてないんですよだって口先管理があったわけでしょ材料があったわけでしょ0.75とか、うん、じゃあなんでねこの FX の相場が動いてるのって投資家さんがほとんど資金を下げてるんでしょっていう考えも出てきそうですけどもそれは実体経済がここにあるからなんですよあの普段忘れがちですけどもドル円のこのチャートっていうのは私たちトレーダーも見てますけどもでも実はね 貿易をしている方がものすごくこれを頼りにしてるんですよ輸、ね、輸出品、輸入品、入保険、証券、債券、債外資系こういったものを組み合わせてみると一つの例としてね日本にアメリカの外資系の保険会社が来てますで保険金の請求があって保険金をお支払いするときにあの日本で集めた日本円っていうのは多くの場合アメリカのドルに投資されてるわけですよ じゃあそういううい時にに保険金を大量に払う時、ね、大量量払ねですよ少しの場合は滞留してる日本円はそのまま払いますからいいんですけどもアメリカの円なり金融商品を解約していわゆるドル建てのものを、ね、円に交換して日本円として日本人に払うっていう流れができるわけですよそうなると相場って動くでしょうそういったことなんですよねしかもそういった保険会社ってのは何人かの支払いを集めてまとめて一括で決済するんですよだから金額結構でかいんですよね たまにそういうのが起きます。で、たまに起きるんだけども、そういった会社がたくさんあって、業種もたくさんあるから、こういった奴隷のチャートって動き続けるってことなんですよね。当たり前ですけども、投資家さんのためにチャートがあるわけじゃないですから。貿易さんのためですからね、どっちかっていうと。私たちが横入りしてるんですよ。横入りしてる人の数の方が今はね、圧倒的に多いんで、7対3とか8対2とか言われますけど、場合によっては9対1で投資家が9で、1割が実体経済とか言われますけどね。 そのような投機マネーが行き交っているのが FX 市場ということでございますけども、まあ、商売をやってくださっている方が、あの、本当はね、これを活用していくっていうのが本来だったんですよ。<laughs> 先物とかが入ってきてね、こんなになっちゃいましたけども、うん。はい。ちょっと余談が過ぎましたけどもね。以上のような形で、今日もね、やっぱりね、見ていた方がいいですよ。今日もエントリーはほとんど諦めて、で、あの、材料がどのようにね、今後働いていくか、口先介入が、 どの程度までその効力を出してるか。で、本当に、本当にですよ。あの、介入はないと思います。とりあえず口先介入で、実際にチャートが落ち着いてきてるからなんですよ。で、そのあたりを占うのが、少なくとも今日中には無理なんで、来週からやることになると思います。えー、ということで、本日の、速可塾の限定放送は以上です。オリガルヒの方はまたね、更新しますんで、お楽しみに。以上です。よろしくお願いします。